難しくなかった、ダメダメダメ、難しくないんだよね、難しくない。だからThis channel is presented by Language. My name is Yuki from Ginza Rakuchou School. The lessons at Language are designed to practice conversational English. This video will be perfect for anyone who wants to learn about English grammar. Let's get started. 皆さんこんにちは。本日は Direct English Level 3 Unit 19 Lesson 3 Computer Training のスライドテキストの解説をしていきます。この話はコンピューターがからきしのジョージにインターンのディーンがプレゼンの作り方を教えているところから始まりました。ディーンがどのようにジョージに指示をしているかに注目してこのストーリーを見ていきましょう。ということで早速最初のフレーズになります。こんなフレーズがありましたね。First you open a new presentation。 今回のポイントですね。 First とかって言って、指示を出していく時の言い方、 First、 その次は Then っていう風になっていたので You choose one of the hotel's presentation templatesテンプレートは単語のページになってたけれども、私たちのカタカナにもテンプレートがありますので大丈夫かと思います。今年の生徒さんもねすごく良かったんですけれども You choose、 これを去年の生徒さん You choice とかいう風に言ってたんでお気をつけください。今回の生徒さんはね誰も言わなかった。 choose、 選ぶという意味です。気をつけておきましょう。動詞ですから choose です。 choice は名詞で選択という意味ですから、choose と choice ぐらいはね、お分かりになっていただけたらと思います。choose の過去形選択したという言葉 chose ですね。こちら過去形もしっかりと同時に押さえましょう。それから、他の生徒さんに聞かれたのは Let's start with 10。この10、with 10のこの with なんですけれども、この with がちょっと取れなかったよというふうに言ってくださいました。with はね、これなんか with っていうのは何々を使ってという意味の with でよろしいんじゃないでしょうかね。ということで、例えば I write a letter with a pen。with a pen。ペンを使って手紙を書くなんていうふうな時に使う with ですね。もちろん何々と一緒にという意味の with もありますけれども、この場合は10個のスライドを使って始めてみようよっていうふうにディーンが言っているというふうに考えていただければよろしいかと思います。ジョージは so far so good というふうに言ってますが、こちらはもうこういったイディオムとして覚えてくださればいいでしょう。今のところという意味です。 so far というのは今のところ so good だよというふうに言ってるということです。じゃあ、ジョージの気持ち的にも余裕が出ていた、来たのでディーンは You insert your content、 さあじゃあ内容を入れてみようかというふうになっています。ステップバイステップですね。しっかりとねちょこちょこ、ディーンはジョージに教えていってあげないといけませんから、2つのオプションがあるよということです。 Either、 これ Either A or B というような構文、こういったもうあのテンプレートがあるんですね。 Either の後ろが例えば A or B で A が例えば Yuki or Steven でもどちらも大丈夫です。このようにして Yuki か Steven のどちらかという意味です。例えばこれこの A の Yuki や B の Steven の部分が A すっごく長い文章、 B すっごく長い文章になっても、A と B が必ず出てくるようになります。今回はこの A も B も長い文章になってしまっているということでお考えください。その A が Type into the text box is already there というふうになっています。テキストボックスっていうふうにこうなんか点点点点してそこのないそこにさ内容を入れ込むやつありますよね。なので、テンプレートを開いたらもうすでにそこのテキストボックスにある、ところに内容を打ち込むっていうオプションが一つ目で、もう一つは insert new ones。 こちらの new ones はボックシーズのテキストボックシーズのことです。 where you need them、 この need them も、テキストボックシーズのことです。つまり、自分が必要だなっていうふうに思う場所にテキストボックシーズを、入れてあげてねっていう。だからそこにあったものだけじゃなくって自分が欲しいところをに作っちゃえよっていうのがオプション B だということです。どうでしょうかね。 Either A or B の A と B 長いんですけれども、見えてきたでしょうか。はい、ということでした。
さあ、ジョージがクリックしたらなくなっちゃいましたね。 I lost it. It's gone. すごい興奮してますね。で、ディーンが、いや大丈夫だって、そういうことが起こった時は When that happens っていうふうに言ってます。この2つのキーをポンっていうふうに押してあげれば戻るよというふうに言っています。なので、この2つのキーを押してごらん。ジョージは Why? 教えて、なんで、なんで押さなきゃいけないの。ディーンは、ジョージはね、からきしなので、コンピューターで子供にね、教えるかのように話してるんですよ。 OK、 あのね、この2つのキーを押すということは、コンピューターさんにこういう風に言ってるっていうことなんだよっていう風に、子供みたいですよ、子供に教えてるということで、 It says to the computer。 この It っていうのは、2つのキーを押すということを表してるんじゃないかなという風に思います。 Hitting those two keys とか Hitting these two keys saysTo the computer。 コンピューターさんに、この2つのキーを押すというのは言うんだよ。どんな風に言ってるかって言ったら Don't do what I just told you to do。 多分ね、ここの部分がね、めちゃくちゃ分かりづらいんだと思います。多くの生徒さんがここが取れなかったんですけどという風に言ってくださいました。Don't do までは大丈夫だと思うんですよね。しないでっていうことは Don't doDon't eat とかと一緒で Don't do しないでっていう風に do に変わってるだけですよね。で、2つのポイントで分かりづらいものがあるんです。 Don't do の後ろに1つ目の分かりづらいんだろうなっていうポイントがこの What で、2つ目の分かりづらいんだろうなっていうのが Tell it to 動詞の原型です。はい、この2つのポイントをきれいに解消してあげれば、多分皆さん頭の中はすっきりすると思うんですね。じゃあこの What、 この What は皆さんがよく知っている何っていう意味の What じゃないんです。 What do you want to do、 何したいとかのこの What じゃないんですね。この What っていうのは何々のことっていう意味、関係代名詞っていうものの What なんですね。皆さんがよく知っている何の What は疑問詞っていう言葉なんですけれども、この What は関係代名詞、関係代名詞の What を見たら何々ことっていう意味。じゃあどんなことっていうかっていうと、その後ろ、次の2ポイント目、 Tell 人 to 動詞の原型、 Tell の後ろの人に to 動詞の原型をするように言うっていう意味なんです。例えば私が皆さんに毎日英語を勉強するように、言っただったら I told you to study English every day、こんな風に言えます。ということは、この I what I、 I っていうのはディーンとかもしくはジョージのこと。I just 今言った誰に told you、 この you っていうのは、コンピューターさんのことね。うん、コンピューターさんに俺やもしくはジョージが言った、やれって言ったこと、やるように言ったこと、このことが what になる。ことをしないでっていうことなんです。はい、ということでね、1番の What と2番の Tell 人 To 原型の部分をきれいに訳すことができれば理解できるんじゃないかなと思います。はい、Tell 人 To 原型はね、このような形をとりますが、他にも Ask 人 To 原型、それから Tell 人 To 原型、 Ask 人 To 原型、他に何があったかな、なんで忘れるんだ、あと1個だけあるんですけれどもね、何々人という原型、あ、want ね、want ね、want 人という原型、皆さん want to なら分かるでしょ。だけど want 人という原型、 tell 人という原型、 ask 人という原型、これはこの後ろのすぐ来る人に to 以下のことをするように言うとか、するようにask 頼むとかするようにしてほしいっていう want、 この3つの種類があるね。なので後ろにすぐ人が来るバージョン、皆さん慣れてないと思うから、しっかりと確認をして、この don't do what I just told you to do ってところを、意味つかめるようにしておいてください。 It's like a rewind、 これは単語のページになってました。巻き戻しってことだよ、前回のステップに戻るっていうことだよ、 very handy だよというふうに言っているですね。さあ、ディーンが、はい、じゃあこれらを押してみてっ
というふうに言ってます。These というふうになってたのが、今回は Those two keys というふうになっていますので、These と Those 気をつけましょうね。These はこれらで、Those はそれら。These も Those もどっちでもいいですね。この場合はね、まあなんかこうディーンがさっき These って言った時はこの2つのキーをつってこうやってディーンがね触ってたのかもしれないけれども、 Those two keys って言った時はディーンがこうやって机からねジョージをこう覗きながら、よし、それら2つを押してごらんよっていう風にちょっとね手を添えてないから、 Those ってちょっと遠い感じ、それらっていう風になってるのかなっていう、ちょっと心の距離感を表してますね。さあテキストが戻ってきちゃって、で、よかった、great! Yep! で、Dean が That wasn't so hard, was it? っていう風に言ってます。そんなに難しくなかったでしょっていう風に聞いてるんですね。はい、皆さんここが嫌がるところですよね。難しくなかったでしょっていう風に聞かれて、難しくなかったんだったら No で答えてください。難しくないっていう風に思うんだったら、日本人的には難しくなかったでしょ、そうなの、その通りなの、なんで分かったの、すごいねみたいな感じで、日本人って一旦ね相手のことを同意してあげるんだと思うんですよ。そう、難しくなかったのっていう風に。でもよく考えてみてください。って言って後から難しくなかったっていうと、首のさ動きが違いますよね。うんって縦に振ってんのに後からこういう風になるのってありえないんですよ。だから、いつも首の方向同じなんです。こういう風になったら後から来る文章もこうなるんです。で、こういう風になったら後から来る文章もこうなってないといけないんですよ。で、日本人だけがおかしいんですよね。難しくなかったでしょ、難しくなかった、ダメダメダメ、難しくないんだよね、難しくない。だから一回これ下げるのやめましょうということです。後からこういうふうに難しくないっていう文章が来る、 not の文章が来るんだったら、一番最初に来るところもにならないと。難しくなかったようで、ほら首が一致しますよね。一回戻して、難しくなかっただからというと、首がね同じ方向に、一致してるんじゃないでしょうか。そう思うとね、難しかったでしょ、もう難しくなかったでしょ、もうどちらも難しくなかったっていう風に、否定 not が来るときは、no、 no で答えてあげる。簡単に言えば yes と no の、矛盾したコンビネーションはありえないよっていうことです。 yes it wasn't hard ね、これもありえないですよね。イエスって言ってノーって言って矛盾が生じているので、そういった文章はありえないよということでした。ではエクササイズに行きましょう。エクササイズ、去年ね、去年のビデオで2個しっかりと作っていますから、去年のビデオをぜひ見てみてください。今回はねそんなにしっかり言っていかないかな。グリルはね、バーベキューのガッシャンっていう風にさ、庭にあったりとかしてさ、なんていうのかな、焼き目がこういう風にさ、こうシュワシュワシュワっていう風にしましまになったりする、ああいう風になるのをグリルっていう風に言うと思うので、この場合ね、パンケーキグリルで焼くんかいっていう風に思ったんだけれども、Google で調べてみたら、そのパンケーキのそのもうなんかグリルの上にグリドルっていうなんかこう薄いフライパンみたいなのをそのグリルの中に入れて、そしてガシャンつってなんか作るっていう、直で置くんじゃないんだって。直で置くとパンケーキになんかしま模様ついちゃうから、だからそのちゃんとパンケーキにはグリドルとかフライングパンとかに入れるんだけれども、そこからグリルしちゃうっていう、そうやり方もあるみたいで、それで Google で出てきた。まあ、分からなくもないんですけど、日本にはちょっとグリルがあまりないかな。魚焼きグリルならあるけれどもね、そこにパンケーキ入れないじゃないですか。パンケーキそもそもね、どうやって入れるのっていう、なんかもうあれがパンケーキ のミックスがさ、下に全部いっちゃうからね。そうということで、あとね、パンケーキミックスのことはバターっていうふうに言います。バターはバター、塗るバター、
で、あのそういうちょっと水っぽい生地あるじゃないですか、ケーキのパンケーキの生地とか、そういうのは batter というふうに言います。 butter と batter、ちょっと違いますよね。 A と U かっていうことなんですけれども、多くの先生がもしかしたら batter というふうに言ってくれてたかもしれないですね、生地のことです。なのでその生地 batter があのグリルの下に行っちゃうので焼けないと思うので、やっぱフライパンにあの乗せてそれでグリルに置くっていうのはありらしいです。はい、ということでこれはね去年のビデオでは言ってなかったかと思います。スプレッドとボイルは大丈夫ですね。今回そんなに話すことないので、はい、いいでしょう。ということで、しっかりと復習をしていいレッスンですよね。復習をしっかりとしてまた、来月頑張っていきましょう。またね、バイバイ。